巨人、阿部監督試合前に勝ってしまう。開始直前の本塁付近でのメンバー表交換。この時に新庄監督は相手監督とハイタッチをすることが多い。前日16日の試合前は応えるように新庄監督とハイタッチした阿部監督。この日は新庄監督が手を開いて上に掲げると、それに対してチョキを出して応えてにっこり。試合前、ハイタッチを求める新庄剛志監督にチョキを出す阿部慎之助監督。良いコンビやな。おもろいやん。まず一勝や。まずはじゃんけんで勝つ。さすが元キャッチャーやら頭脳的な返し。新庄監督の方がやりそうなことを慎之助が。くだらない挨拶で終わっちゃったね。楽しそう。セリーグは本物しかいないな。こういう雰囲気になるのは、ええな、昔だったら無視されてるやろ。割と真顔になるよな、阿部は。今年も負けるのか。ドラフトから新庄相手には相性ええな。この二人が実は有能の世界線ある。新庄って普通に戦力外だよな。阿部立浪国語の足元にも及ばん。今だ阿部監督は余裕あるのかな。余裕ないと良い采配できないからね。阿部監督も新庄ジョークに負けてないな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。